ある森に一匹のウサギが住んでいました。得意げに飛んだり跳ねたりしています。自分が誰よりも早く走れることを自慢してばかりです。森で一番足が速いんだ、競争したいかい？力強くて大きな足です。速いに決まっています。ウサギが自慢げに話すのを皆心よく思っていませんでした。誰も競争などしたくはありません。ほら、また勝った。なぜかって、僕は速いからさ。どこに行っても誰も僕には追いつけないよと言っているウサギを見て、森の動物たちも呆れています。確かに彼は一番かもしれないけど、あんなに自慢しなくてもいいのに。ああ、誰かが教えてあげるべきだよ。そんなウサギの噂を聞いたカメがゆっくりとゆっくりとやってきます。まるでウサギが1分で走る距離を1日かけて歩くような速さです。カメはウサギに会ってみたいと思っていました。そしてウサギと競争したいのだと他の動物たちに話します。競争したいのかい？森の動物は誰もウサギには勝てないのに。どうやって？まあ、それは僕に任してくれよ。カメはウサギのところへやってきます。やあ、ウサギさん、こんにちは。君を探していたんだ。ウサギは興味深げに尋ねます。なぜ僕を探していたんだい？森で一番足が速いって聞いたよ。でも君がそう思っているだけだろ。本当かどうか僕と競争しよう。どっちが早いか勝負だよ。カメがそう言うとウサギは笑い出します。そんな様子を森の動物たちも見守ります。君が僕と競争だって？冗談だろ。君に勝てっこないよ。でも競争してみなければわからないだろう。じゃあ明日の朝にしよう。亀が立ち去ってもウサギは笑い続けていました。そして次の日、動物たちはスタートラインに集まります。亀は先に来て待っていました。準備万端で自信に満ちた笑みを浮かべています。一体どうやってウサギに勝つんだい？もし君たちが言う通り、ウサギが自信過剰でただの目立ちたがり屋なら勝つのも難しくないさ。まあ見ててくれよ。するとそこに人参を片手に横柄な態度でウサギが現れます。さっさと終わらせようぜ。まだ朝ごはんも食べてないんだ。準備が整うとスタートラインに立ちます。森の先の赤いゴールラインまで競争だ。いいかい？モグラの合図でレースが始まります。まるで矢のようにウサギが飛び出し、そしてカメはゆっくりと歩き出します。なんとウサギはあっという間に見えなくなってしまいました。レースを見ている動物たちはカメが負けてしまうのではないかと不安になります。しばらく走るとウサギは立ち止まり後ろを振り返ります。しかしカメは見えません。カメがゴールするのは夜になりそうだな。朝ごはんでも食べるか。ウサギは人参を食べ終えるともう一度後ろを振り返ります。遠くにカメが見えます。それを見てウサギは駆け出します。ゴールはすぐそこです。
朝ごはんを食べて眠たくなってきたよ。この木の下で昼寝でもするかな。勝ちを確信したウサギはすっかり気を抜いて眠りに落ちてしまいました。その頃カメはゆっくりゆっくりしかし確実に歩みを進めていました。ついにウサギに追いつきます。ウサギがぐっすりと眠っているのを見ても立ち止まることなく歩き続けます。しばらくしてウサギが目を覚ましました。後ろを振り返りますがカメは見えません。まだカメは来ていないな。諦めたんじゃないか。さっさとレースを終わらせよう。ゆっくりと駆け出すとなんということでしょう。目の前にカメの後ろ姿が見えます。ゴール目前です。ウサギは全速力で走り出しカメに追いつこうと必死です。しかしその時カメはゴールラインを越えていました。動物たちは大喜びでゴールしたカメを出迎えます。みんなでカメを胴上げして祝います。その頃ウサギはゴールの前で立ち尽くしていました。競争に勝ったカメはウサギのところへやってきます。やあウサギさん、いいかい、大事なのはコツコツ地道に頑張ることだよ。君は自慢ばかりしてうぬぼれているから負けたんだ。僕は足が速いから君に勝ったのではなくて真面目に一生懸命取り組んだからさ。その通りだよ。これからは誰にも自慢したりしないよ。さあ帰るよ。家まで長い道のりだからね。ウサギは競争に負けたことで学ぶことができました。それからというものウサギは自慢話や見栄を張ることをやめ競争をすることもありませんでした。昔々食べ物がすっかり尽きてしまった農家に動物たちが暮らしていました。小さな赤いメンドリは食べ物を探しに出かけます。最初に牛のところへやってきました。ねえ外へ出て一緒に何か食べるものを探さない？もう暑すぎて歩く気になれないわ。次に豚のところへ行きます。食べ物を探すのを手伝ってよ。いや暑すぎて動く気になれないんだ。次に犬のところへ行きます。一緒に食べ物を探さない？それはできないよ。こんなに暑い日は外を歩けないんだ。そうして最後にアヒルのところへ行きます。一緒に食べ物を探さない？無理だよ。暑くて水から出られないよ。誰も一緒に行こうとしないので自分だけで探すことにしました。歩いていると小麦の種を見つけます。種を手に大喜びで農場へ戻ります。早速小麦の種をまくことにしました。そうして農場の仲間に声をかけます。牛さん見て、小麦の種をまくのを手伝ってくれる？いやよ、無理だって言ったじゃない。次に豚のところへ行きます。豚さん、小麦の種をまくのを手伝ってくれる？手伝えないよ、今日は暑いだろう。次に犬のところへ行きます。犬さん、小麦の種をまくのを手伝ってくれる？やだね、暑いじゃないか。そうして最後にアヒルのところへ行きます。アヒルさん、小麦の種をまくのを手伝ってくれる？暑さで水から出る気になれないよ。いいわ、自分だけでやるわ。誰も手伝いをしたがらないので自分だけで種をまくことにしました。それから数週間が経ち農場に雨が降ります。
小麦の種が芽を出しました。しかし小麦の周りに生えている雑草が邪魔をしていました。誰か草刈りを手伝ってくれない？泥だらけになるから嫌よ。無理だよ、ここから動きたくないからね。汚れるだろう。無理だよ、そんな気分じゃないよ。嫌だね。じゃあ自分だけでやるわ。小さな赤い面取りは小麦の周りに生えている雑草を刈り始めました。そうしてしばらくすると小麦は大きく成長し、やがて収穫の時がやってきます。農場の仲間が手伝ってくれないか尋ねてみることにします。ねえ牛さん、小麦の収穫をするの手伝ってくれない？いやよ。豚さん聞いて、小麦の収穫をするの手伝ってくれない？手伝えないよ、無理だよ。ねえ犬さん、小麦の収穫をするの手伝ってくれない？誰が？嫌だね。ねえねえアヒルさん、小麦の収穫をするの手伝ってくれない？手伝えないよ。いいわ、自分だけでやるわ。小さな赤い面取りは日が暮れるまで働きました。小麦を一つ一つ自分だけで収穫していきます。次は小麦を小麦粉にします。そうしてまた農場の仲間に声をかけます。ねえみんな、小麦を粉にするの手伝ってくれない？手伝えないわ、ここから動けないもの。僕も無理だよ、昼寝をしなきゃならないからね。全く手伝えないね。無理だよ、水で体を冷やすんだ。そうして誰の手伝いもなく小麦をひいて粉にします。さあ次はおいしいパンを焼こう。最後にもう一度だけ農場の仲間が手伝ってくれないか尋ねてみることにします。牛さん、パンを焼くの手伝ってくれない？いやよ、仕事をする気分じゃないの。豚さんはどう？今日はダメだよ、疲れちゃったからね。手伝えないね。無理だよ、パンの焼き方も知らないよ。この時ばかりは面取りも怒ります。台所へ行くと自分でひいた小麦粉を使ってパンを作り始めます。粉をこねて形を作り、それをオーブンに入れて焼き上がるのを待ちます。部屋に美味しそうな匂いが立ち込めた頃、パンをオーブンから取り出します。庭へ出てパンをテーブルに置くと農場の仲間に声をかけます。ねえみんな、パンが焼けたよ、一緒に食べたい？美味しそうなパンを見てみんな一目散に駆け寄ります。食べたいわ。ああ、僕もちょうどお腹が空いてたんだ。いや、僕もだよ。みんなでパンを食べよう。いや、ダメよ。ダメ。全部自分でやったのよ。私が食べるの。全部私のもの。お腹を空かせていた面取りは早速パンにかじりつきます。しかし同じようにお腹を空かせた仲間を放っておけません。これからはみんなで協力し合うと約束して、そしたらパンをあげるわ。みんなは自分たちのしたことに気づき申し訳なく思っていました。約束するよ、これからは怠けたりしないよ。そうして面取りは仲間にパンを分けてあげます。みんなで空っぽのお腹を満たし、幸せもみんなで分け合いました。